Yeah!
い。You can!
Oh.
Yeah!
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 Thank you.
あ、入ってますかね。はい、皆さんこんばんは。ちょっと場内いいですか。はい、はい、オッケー。もうちょっとちっちゃくていいですよ。はい、どうもこんばんは皆さん。第90回四季の細道、2018年9月7日、あ、もう始まってます、すいません。第1試合、ユリッチさんのヘイロンとバズさんのバイソン。もう終盤ですね、だいぶ。これですね、やっぱりこれなんですよ。これをかわすんじゃなくて、こうならないようにするのがバイソンのやり方みたいな話ですよね、世間では。こう、うまいこと、こうなっちゃうともうどうにもならないと。お、投げいかない、いった、いった。さあ、引き殺された感じ、バイソンが逆に引き殺された感じ。いやー、素晴らしい、素晴らしいあれでしたね。ゆうじさん、押さえるとこは押さえてる。続いて師匠さん、お、師匠さんベガかな。おっと、まずはバイソン。ベガとバイソン両方使う方多いですよね。師匠さんのバイソン、またバイソン、短波を切っていく、支援で短波を切っていく。しかしバイソンも負けじとゴチゴチ。しかし2回目は支援で切った。さあ、画面端投げる。これがだいぶバイソン側としては厳しいみたいですね。投げる、画面端。おっと、ニョキッとニョイボ。しかし、レッカーで押されていく。支援。アッパー。今のは持続を重ねた感じなのか、投げがすかったのか。続いて、エクスパーさん。エクスパーさん、はい、いろんな方々からコメントいただいておりますね。エクスパーさん、リュウ。エクスゲーマーズさん、シゲノンさん、スキャミさん、はい、こんばんは、よろしくお願いします。マイクはほぼ山本です。おっと、画面端だか。おっと、竜巻で逃げた。リバーサー、そうっすね、そうっすね。劣化圏に竜巻は意外と噛み合うみたいで大事なんですが、波動もやっぱりね、かなり必要ですからね、この組み合わせ。投げる、受け身がない。あーっと、竜巻上昇中に劣化が入ってしまう。続いてカーシムさん。あれ、これフェイロン勝てるキャラ今日いますか、いますか。あ、カーシムさん、もしかして、カーシムさん DJ。 これはフェイロン厳しい戦いになるのか。どうだ、投げる、お、中足でこかしていく、裏から、ピヨってない、繋がってもなかった。真剣だが、なんか噛み合わない感じ。ジャックで拾っていく。あー、失礼しました、そばたカーニバルで拾っていく。ヤスラ、裏から、おっと、弱で終わる。ガードしている、ソファット側にもガードし、ジャックで拾う。さあ、ヤスラ残りゼロとか。ジャックナイフ、カシム DJ 勝利。続いてセロテープさん。セロテープさんは、お、出た、久々に見たバルログ。しかし
そろそろセロデフさんバルログを使えるようになってる頃だと思われる。お、飛んだ。ひょうしていく。お、スカイハイクローも出せる。ひょうしていく。あ、お、お、三発拾った。しかし食らっていた。ソバットカーニバル食らっていた。エラーで3発拾えるところまで成長しているセロテープバルログ。さあどうなる。投げられてしまった。カワシム DJ 勝利。続いて、青サイさん。青サイさんは当然ザンゲフ。さあ DJ ザンギ、これはお暴れていく。吸った。あ、吸ってない。おっとカシム DJ 逃げるのか。やっとお揉んでいく。あれですよね、これあれがありますよね確か。一度掴んだらさあ、青斎さんが装備しているのか、あれを。さあ、ごちゃっとしていく。しかし、あ、お、無理やり押し込んだ形。青斎さんに勝利。続いて、ハクさんですね。さあ、ハクさんはお、なんと本場でエントリーしてる。さあ、さあ頑張っていただきたい。青斎さんはね、やっぱりね、日本出身キャラ大好きだって言ってましたからね。ブッパの頭突きに当たっていく。やはり厳しいのがこの組み合わせ。上から直接頭突きで落としていく。おっと荷物入った。若干危なかった。今大銀杏だったら死んでいたか。しかし頭突きが刺さる。思いっきりジャックパンチ連打していくしかないですもんねこれはね。上から行った。おっとピョッタ3123、見事なコンボでフィニッシュ。さあ開幕上からしかし落とされた。これはあれですね、ザンギがダメ負けしている感じ。防御力はホンダの方があるのか。おっと上から直接、今のは頭突きで割りたいところ。着地が当たらなかった。飛んでいく。走った。最後は走った。青サイザンギ勝利。さあ続いて、歌舞伎くんさん。あれ違います、ちょっと待ってくださいね。ちょっとキャラ間違えたみたいなんで一旦、バイソンを青斎さんに殺してもらいます。エントリーはベガですね。1、2、3、何かかっこいいコンボを決めようとしたのかよくわかりませんが、さあ仕切り直しで、はい、歌舞伎くんのベガですね。歌舞伎くんさんのベガです。
さあ仕切り直し、歌舞伎くんさんベガ使ってるの僕あんまり見てないんですが、どうなんだろう。さあどうする。しかしこれはベガが厳しい組み合わせな気がする。上から、おっと行かない、吸わない、しかし弾いた。ちょっとねベガ弾もないから前調整だいぶ大変ですよね。対空もないし、さあこかされてしまう。おっだいぶ青斎さんの優しさが垣間見えた。おっ画面端、さあおっ、しかもしかも大足まで、しかもバニシングと優しさがだいぶ見えた。裏の卓をあえて使っていく、素晴らしい。それでも勝ちを結果を出す男。さあ続いてうねさん、うねさんはおサガット、なんか最近サガット流行ってるみたいですね。皆さん X サガットですね。おっとカラジャンプからダブラで当てていく、そして吸っていく。これはうねさん頑張ってもらいたい、いい勝負。おっと弾いた、青斎さん上から行った。ここで上から行く、結構見てると結構上から行きますね。下からは弾きがある、青斎弾きはタイガーショットが、ま、抜けられた。そうですね、やっぱあっ暗い上げ、暗いもみ、うわ一歩歩って吸っていく、素晴らしい青斎残機。さあ、次はほぼ山本さんですね。青サイクロン残機が 1P 側 2P 側ほぼ山本さん、マイクは私セロテープ、こんばんは。さあ下がり機構と中足で、さあ今のはちょっとしゃがみくらいにバックジャンプは持っていなかったか。さあ体力勝ちしているが前列は使わせる、安全重ねバッチリ。さあでもチュッピー側も逃げられたのでとりあえずよし。さあお互い一発圏内ですが、最初にポクッと足が当たったチュンリーが1ラウンド目。さあ垂直台形、これはうまい台足、ちょっと場に行っていたか。さあ1回目のスクリーン方向してもバッチリ踏みつけで逃げて、とりあえずは難を逃れたが体力差。さあ反対側の壁から逃げられず2ラウンド目を取ったのは青木サイクロン。さあ機構1回しか打ってないのに画面端まで、さあガムシャラ投げ、ただこれはリバサ確定、垂直台形。おっとめくったが、さあスクリュー入れて転生、思い切りがいい。さあ体力は残技やや有利だが、最後は中足と台足の打ち、勝ったのはオフサイクロン。
はい、続いて友座さんですね。友座さんはバイソン。さあ出て離れていく。おっとフリジン、おっと最後は垂直からのゴチゴチ。ちょっとバイソンはオワオワが早すぎて見ていることを全く口に出せない。しかし遠間からオワオワで惜しげもなくクレイジーを使っていく。しかしバニシング、トモザバイソン勝利。続いてグッチさん。おっと同キャラグッチさんもバイソン、黄色いバイソンがグッチさん、青いバイソンがトモザだ。ちょっと上がりにくい。そして今日はキャミーがまだいないので、みんな大好きキャミーステージ。お、上からゴチゴチしていく。後出し。さあ開幕グランド、ヘッドグランド。お、ゴチゴチ当てていく。お、デカめのタンパが入ってしまった。ちょっと音が聞こえないのでいくつかわからなかったですが、10ないですよ。はい、続いてバッチさんのバイソン。さあヘッドで切っていく。やはり、おっと後出し。バイソン同士はやっぱりね、分かんないですよね。さあ大事にいきたいところ、ビヨってしまう。光った、おっと繋がってない、ラッキー。しかしなぜかスパコン打ち合った。削り切った。なぜ打ったのかが分からないが、読んでいたのか。ここまでちょっとね、私見てる画面からは実はドット単位の体力が見えにくいところがありまして。おっと、タンパを、お、ビヨった、あったぞー、バーツさん勝利。やはりバイソン同士何があるかわからないですね。続いて師匠さん、あ、2周目入ってますね。そういえばバーツさんが出てるということは、2周目師匠さんは、クレジットお願いします。スルーテープさん、あ、入ってますね、ありがとうございます。はい、師匠さんは剣。師匠さんいろんなキャラ使われますね。膝、膝、バイソンはこれが厳しい。
おっと、クレイジーからのヘッドにバックジャンプキックが間に合った。読んでいたのか。さあ掴んでいく、裏から近づかなければ剣は波動拳しかないですからね。近づくとこ膝と昇竜がだいぶ厳しい。あー今波動拳に合わせたいところ。しかしここでヘッドから昇竜拳を出していた。いく。あつかごちごち掴んでいく。あ多分しゃがみ大パンチ、おっとダッシュアッパーから掴んだ。しゃがみ大パンチでも対空できますからね。はい、続いてゆりちさん、ゆりちさんいますか。あーすいません失礼しました。エクスパーさん、スワさんのじ合い中でした。あれボムさんがいるこんばんはびっくりした今あれ目の前にボムさんがいたはい、続いて、エクスパーさんですね。さあバーチバイソン、うまいことやればいける組み合わせ。しかしエクスパーさん並大抵の竜ではない。一歩目エクスパーさん、だいぶ見切られてる感はある。お、ちゃんと待てた。そうですね、待ったところにお釣りを入れる。おっとしかしバレていた。おっとなぜか食らっているなぜか食らっている。ヘッドからクレイジーでなぜか波動を出してないのに食らっていた。さあでもエクスパーさんの波動がうまい。防戦一方なのか。まずはゲージもらいたいですね。まずゲージ欲しいですねバイソンは。さあゲージ持ったが体力がだいぶ差がついてしまった。まだあるぞ。あー出している、後ろから波動拳。お疲れ様でした、エクスパー竜勝利。続いてゆりちさんですよね。ヘロヘロンですね。さあ画面端だがどうなんだ。ほい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 っと投げられて、おっとシンク
当たっているが3発か。3発、劣化神拳が入る。いやそうですよね、カラジャン台足合わせたくなりますよね。何かでこれを切れないと厳しい。劣化剣と、なんだっけ、熱空気ある。これを何かで切れないと厳しい。竜巻ヒット、わー昇竜出なかったが、ロケティア、これは予想外。おっと投げていく、お互い投げていく。昇竜これは見切った、でしまって、お何か分かんないところに当たっている。後ろから入ってしまったがピヨってない、ラッキー。しかし裏からスカシの支援、ユリチさん、ケイロン勝利。続いてセルデープさん、これはザンギ、セロテープザンギ対ユリッチベロンド。お、安全重ねができている。あーしかし支援仕込んでいる。開幕劣化拳、大足に刺さる。キングセロ頑張れと応援されておりますが、劣化拳、支援ダブラリで噛み合った。お上から、あっとしかし切られた、スクリューを切られた。ユリッチフィロン勝利。続いて川島さん、川島さんは、お川島さんもザンギ、上からスクリュー寄っている。これは難しい組み合わせなのか、どうなんだろう、全くわからない。しかし機動力ではるかに、玉なし同士で機動力にではるかにフェイロンが上な気がする。がどうなんだ、おダブルアリで割っていく、後ろからスクリュー支援で切っていく、投げる、おっとしかし軽投げの後追っかけたところダブルアリ、あれダブルアリ出なかったら死んでますね多分。やはり、あーピヨってしまう。やはり画面端はザンギリガーが押されて持っていかれるような形。続いてハクさんですね、ハクさんはキャミ、さあここら辺の組み合わせはどうなるのか全くわからないが、
ちょっとスーパーからの追加キャラどんな形なのか全くわからないですね僕。だがやはりフェイロンが押している感じに見えるが、キャラ差なのかどうなのかわからない。あっ、スピンドライブ出ていた。ちょっと画面が暗転して見にくくなっていたが、投げる、キャノンスパイク、おっと支援が勝つんだ。投げる、裏に回っていた。キャミーは小さかった。ハクキャミー勝利。続いて歌舞伎くんの、歌舞伎くんさんのあれですね、あれ出しちゃう感じですね。バイソンですね、やっぱり。なんでもかんでも関係なく、おわーって言えば、ほらもう体力ほとんどないみたいな。当たればいいだけですからね、おわー出してね。これあれですよね、心が折られるって言いますよね、バイソン相手です。投げる、そうですね。お、後ろからバイソンめくった。投げる、なんだなんだ、バイソンめくれるのか、裏落ちできるのかよくわからないが、キャラによるのか。なるほど、おっと今のは釣った。キャノンが置いてある。おっと、ウリガン、おじさんには厳しい。グリガン、しかし歌舞伎くんまだ若いから大丈夫な気がする。おわ、さあ最後は、お、ここで行かない、誘っている。あ、しかしガードしてしまった。さあ、歌舞伎くんバイソン勝利で、続いてうねさん、うね軍団団長自ら、ちょっとね最近うね軍団作ったみたいですけど、構成員が誰か分かりませんが、さあうねさんはガイル、さあ結構厳しい戦いになりそうだが、頑張ってソニックを打つしかない。しかし、うわー、フラウト、だいぶ厳しい。ニョキッといってる。あれ、しゃがみ中継、しゃがみ中継同士で相打ちだったが、ダメージ負け。バーンストレートってやつですかね、いわゆる。しかし、お互い殴り合っているが、あっと、アッパークレイジー、おっ、減った、足払い、続いて、あっ、さあ続いて歌舞伎区に乱入するのがほぼ山本さんのチュンリー。さあバイソンチュンリー、開幕、お互いバックジャンプ。さあ球を見てからバックジャンプで、オーバーバックジャンプ、オーバーバックジャンプで、お互いゲージが溜まって、これはどっちが美味しいのか。さあお互いもダメージを取るけど、さあとっとと使う。さあゲージ溜め合戦、パナシ合戦になっているのか。さあヘッドが当たって、オキゼメめくりから落ちて、さあ戦列2回目、さあこの
発落とす。さあこれはどうも時間がないようだ。さあ気づいた時はちょっと遅かったか。なんか途中まで3回目の戦列を食べてたように見えましたが、さあ今度はお互いゲージを食べずにアグレッシブに攻めていく。さあ天章を横から殴ってゴチ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 で下がってからオア。さあゲンキック、垂直にはアッパー線で使わせて、さあ透かし投げがすごい減る。さあ安全にいったところ、これがチュンリーの強みか。さあまた1ラウンド目のような展開。おっと気候2発投げヘッドに背中。さあこっちで、さあ中継一発からならクレージーつながるんですが2発はつながらなかった。ヘッド、さあ戦列ヒットでまだあるか。投げ勝ったのはほぼ山本。さあほぼ山本が正面。さあ青くサイクロンの相手はおっとバックジャンプチョップ生まれてミドル。さあ1ラウンドで青くサイクロン、さあ相打ちだがヘリが 倍近く違う、いや倍以上か。さあチョップで落として弾き場にシング、さあ押していく、押したが戻る、飛びが通る、飛びが消えだーん。さあ勝ったのはサイクロン。はい、山本が敗れ、青サイザンギア勝利、そしてグッチさん、グッチさん龍、お久々にメインキャラを見る。ありがとうございます、エクスゲマンさん、ありがとうございます。あ、違う、エクスゲマンさんじゃなかった、ニョロニョロスーパーキャンセルさん。おっと、しかし競技戦大好きな青沢さんが押されているように見える。やってないやってない、バニシやってない。お、最後は投げ、だいぶ波が今グッズさんの竜に後半来ましたね。波動がなぜか当たっている。お、出た、やった、押さえチョップ出た、上から3発。あーっと昇竜で割ってしまった、バニシ行かない。あー、まだゼロドットじゃないのかこれ。あーっと真空が入っているがまだある、中ボス。あーっと最後は長州長州が決まってる、グッチさん竜勝利。さあ続きまして友田さんですね、友田さんベガ、はい、ベガ対リュウ、いいカードですねこれも。おっと上飛んでいく、投げる、中央する、また中央数、
ベガの飛びを見ている。あーどう、あまり波動を打ってないように見えるか、要所要所打ててる気がする。打ってる波動はほぼ当たってる気がする。竜巻から勝利、脱出した。おお、画面端脱出か。ホバ着地を上から行ったが、暗い投げ。後ろに落ちたが、ツーヒット投げる。昇竜拳、おダブル2に昇竜拳見えている。ぐっちり勝利で、はいはい、じゃあ、シオさん、はい、バイソン、そうですよね。あ、はい、2周目、最後のプレイヤーがグサンなんですが、連勝数一応ここでカウントしていくんで、勝ち続ける限りまた入っていってもらいます。順番にリュウニア、やっぱりバイソン投げる、真空切っていく。おっと、投げた。多分バイソン側もゴチゴチを狙っていたのか。一歩ずつ近づいて波動打っていく。投げる波動中ゴス、あれ今立ちぐらいだった気がしたが、グッチリュウ勝利で、3勝目ですね。で、続いてバイソン、またバイソンかな。はい、続いてバーツさんもバイソン、頑張ってもらいたいところ。昇竜にはお次入れたい。投げる、あれ影にから投げてるんですかね今の。ちょっと僕も分かんないですけど、若干振ってるのはなんでなんだろう、フェイントなのかな。引き投げ、しかしヘッドでやっていく。さあどうする。おっと、得意のバーチスペシャルで仕留めましたね。今ヘッド出した時僕あれって思いましたけど、まさか竜も飛んでると思わなかった。さあしかし依然グッサーの竜の方が押している。竜巻、おっと、きっちり表から3段、素晴らしい。でこれでグジさんが4勝ですね。続いてエクスパーさん、はい、エクスパーさん同キャラですね。龍龍、はい、グッさんが、4勝で勝ち抜きが決まったんですが、決勝進出決まったんですが、まだ一応アオサイさんの5勝を超えるまでチャレンジは続きます。
さあコブなのでどうなるのかわからないが、シンク飛ばれて使わせた。おっと、しかし波動を打っていた。飛びが入る。なんかすごい進行がサクサクいってます。人数が少ないの。13人、エントリーが13人。おっと、勝利すかす。ハードを踏ませた中ゴス。さあイーブン、両者頑張ってもらいたい。竜巻、おっと、やはり竜の鳥籠が厳しい。さすがの竜でも厳しい。うっちり勝利5勝、あと1試合ですね。はい、続いてセロテープさん、続いてネクストセロテープさん、青沢さんありがとうございます。わざわざね書いていただいて。さあ、セロテープさんはザンギ、バルログではなくザンギ。まあ、これ竜有利だった、ザンギ有利だっていう人もいますからね。青沢さんなんか特に。しかしこれはこの前のあれを見ているかのような。桃の道を見ているかのような状態だ。やはりファイアハードはきつい。近くでは反応できないですからね。おっと、何もできないとセロテフさんが圧勝と。はい、グチさん6勝で1位勝ち抜けですね。さあ、じゃあここで決勝戦、決勝戦はアオサイさんのザンギとグチさんの竜。さあ、あ、このままでいい。なるほど、グチさんが このままでいいと。アオサイさんは、あ、選ぶ権利ないのか。そうか、グッさんの方が6勝なんで選ぶ権利はグッさん、このままでいいと。ベガステージ3先決勝です。はい、第90回ですね、切り番ですね。四季の細道決勝を始めたいと思います。 1P 側は青沢さん、ザンギフ、 2P 側グッさん、リュウですね。あれ、ステージ変わるんですよね、これリュウステージになるんですよね。なるほど。さあ、画面端、青沢さんは道義戦が大好き。一方、グッチさんもかなり今日はいい動きをしている。ザンギーに対してはいつもいい動きですが、シンク当てていく。あれ、ダブラリで抜けれるんじゃないですかね。さあ、ちゃんと勝利を見ている。1本目はグッチリューだが、このままベースに乗せるとまずいぞ。青沢さんは得意な闘技戦、頑張っていただきたい。おっと、青沢チョップでとどめさせた。頑張ってもらいたい。何もしないって選択肢もあるんだ。なるほど、マリオパンチで飛んで。なるほど。あ、ハテゴさんお見えになりました。ちょっと残念ですね。ちょっと残念ながら、
さあ竜巻を落として、おっ、揉んでいく、おっ、そのままとどめ。まず1試合目、青崎さん、やはり道義戦得意というのは伊達ではない。はい、そうですね、勝った方になるんで、そうっすじゃあ勝っちゃダメなんですよね、勝っちゃうと速くなる。はい、なるほどなるほど、もう全キャラ出尽くしたってことですよね、これはね、ですよね。あ、そういうことか、なるほどなるほど、 CPU 戦が全部出尽くしたということで、勝った方のステージに移行するということですね、対戦で。ってことはあれですね、画面を見たらどっちが前の試合勝ったかっていうのが分かりますよね、すごく分かりやすい仕組みですね。おっと、リバーサー勝利、お、謎の空達、多分その場ヘッドバットですね、その場じゃない、全身ヘッドバットを空達で蹴ったんですね今の。さあ、ダイヤス差し込んでいく、波動拳上から、安全重ねが、おっと、真空なぜか当たっている、私にはなぜか見えましたが、なぜかじゃないと、必然的に当たっているらしい。あ、どうぞどうぞ続けてくださいはい、2本目グッズさん龍が取ってステージチェンジで3本目です、3先でお願いしますね、3先で3本選手なんで遠慮しないでくださいね皆さん。さあ、ダブルで抜けていく、寄って、おっと、なんだっけ、長田投げ的なやつですね、違う違う、長田もみ、そうですよね。いやいや、ブッパしてないですよ、本名ブッパしてないですよ僕、まだ大丈夫です、そうですねでごまかしました、そうですね、そう、セルテフさんの声は入ってません、ガヤ飛ばしてますね。さあ、1本取ってるところ、おっ、体力が残りわずか、おっ、青サイチョップ見事に決めた、3本目ですね、3本目、青木サイクロンさんの残儀、そしてステージがまた変わってしまう、佐々木自キャラのステージが早いから嫌だと勝っちゃうとこのステージになっちゃうんで気をつけてくださいね。おっと、勝利出ている、真空が入っている、ボッタチ、ボッタチからの投げ、ゲーム見てなかったです、すいません、真空後半当たったところしか見てないです、前半どうして当たったのか分かんないです。さあ、上からダブル抜けていく、上から吸っていく、
これ割れないんですよね、なぜか。さあここで、アオサイさんはリーチですよね、スーパーリーチ。しかし相手はグチさんの竜、うっかりしてられない。結構余裕があるアオサイさん。おお、今わざと出さなかった。おっ、ヘッダーダブラリで抜けて当たったら死んでいる。青木サイクロンさん勝利。今日の優勝は青木サイクロンさんのザンゲーフ。ありがとうございます。一言いいですか、一言いいですか。おめでとうございます。ありがとうございます。たまたま決勝が竜だったんで、なんとか、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。決勝はたまたま大好きな竜だったというね、ちょっと竜使いの方頑張って対戦していただきたいですね、これはね。さあ、準優勝はそしてグチさんの竜ということで、第90回式の細道一応これで終了となります。なんか告知とかあったら喋っていいんで、どんどんじゃんじゃんバリバリ喋ってください。なんかあれですよね、明日週末とかでなんかいろいろありましたよね。忘れました。今週の週末は何があるか忘れました。皆さん続きはウェブでツイッターとかねチェックしてください。ざっくりとね、ざっくりとも終わらせていこうという気持ちがねもろに出ちゃってますよ、申し訳ないですよ。さあ画面は配信台画面は、のじあい垂れ流していきますんで、おアオサイさんのザンギとグチさんのフェイロン。おお、なるほど、面白い組み合わせですね。では皆さん誰が入るかキャラのカラーと動きを見て分かる方は推測してみてください。どうもありがとうございました。
Thank you.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 
Come on!